ッドデッキ Q&A、 ウッドデッキが腐らないためのメンテナンスのポイントは？一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。二人で疑問にお答えします。あの木でウッドデッキを作った際はしっかりメンテナンスしないと腐ってしまいますよね。そうですね、あの一般的にはもうウエスタンレッドシーダーという材木で作ることが多いので、その材木の場合は、メンテナンスをキシラデコールというような、そういうあの、まあ、簡単に言うと油をに色がついていて、その油を木に染み込ませて、腐らないようにするみたいな、そういう仕組みの塗料のような、保護剤があります。それを塗らないと 4,5 年に一度塗らないと腐ってきてしまいますね。メンテナンスフリーと言われている木も最近よく出回ってますよね。そうですね、主にあのブラジルとか、まあ、赤道直下のところから出てきているような、そういうあの材木ですね、俗にあのハードウッドってこう硬い木って言われてますけれども、そういう材木はよくあの油がたくさん染み込んでいて、その油のせいで腐りにくいというような、そういう天然の性質を持っている材木が随分海外から入ってきています。それを使えばメンテナンスフリーで工事ができます。視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ウッドデッキのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。 cbrbk.com/wooddeck.html で検索してください。フリーダイヤル 0120-041-301、 お電話お待ちしております。